テレ朝、倒産するんじゃないのって言われている。誰も見ないから、すごく低い視聴率。報道ステーション、ひどいもん、ね。久米宏さん、古舘伊知郎さんの時は、人気番組だった。政権批判はない、大越健介じゃ、誰も、見ないよね。安倍晋三、言論統制の売国度、安倍に散々、痛みつけられ、牙を抜かれた。早川会長が、犯人、番組委員の、健丈徹が共犯だね。性倫審を報じる、報ステ、これが、ひどいね。安住国対は、政治改革委員会設置と、下村、森喜朗の逮捕も視野に入れた、参考人招致、いいよね。その性倫審を、こんなに変に報じる、報ステ、って、変。ちょっと、見て。はい、まさに夜の10時からですね、本会議始まりました。ご紹介あったように、この久しぶりの、よく深夜国会と言いますけども、これ徹夜国会になりそうということになります。知事さん、私もかつて政治部の記者をやっていて、その徹夜国会というのは何度か取材したんですけれども、今さすがにもう働き方改革が言われて久しいこの時代になってですね、さすがにちょっと周回遅れじゃないかなというふうに思うんですが、どうですか？いや、全く同感で、この昭和というか平成ぐらいまでは年に 1,2 回見かけたような光景なんですが、もちろんこの問題としてはこの自民党の混乱ぶりが背景にあるわけですね。今日の政倫審もこの4人の安倍派の皆さん、この正面から裏金の問題に向き合うような姿勢は見えなかった。一方でこの野党の出方もですね、この審議の引き延ばしのような、国会用語でいうこの日程闘争という言い方しますけれども、今日もてんこ盛りでしたね。この不信任案があって、そしてフィリバスターまであったということで、申し訳ないですけどちょっと古いですよね。でやりすぎると、これ自民党もダメだけど野党もダメだよねって、このよくあるこのフレーズがまた出てきかねないということで、この同じ野党の中からもですね、こんな昭和の政治をやってると潮目が変わっちゃうよという危惧の声まで出ています。こうしてばっかじゃないの、本当にひどいテレ朝。性倫審の報道で野党を批判するばっかじゃないの？